旧嫌い布施艦は、初めから布施艦として建造された、外洋航行可能な艦として、世界初であった。これらの布施艦はどれも1890年代後半に、ロシア帝国海軍のために建造された。1904年から1905年の日露戦争中、これらの艦は、太平洋艦隊に配属された。エニセイは戦争開始の2日後、嫌い 原の構築作業中に、自らが付設した機雷の一つに触雷して沈没した。アムールが付設した機雷、原のうち、一つは、日本の全土急戦艦である初瀬と八島を撃沈した。1904年12月、日本軍は旅順港周辺の高地を奪取し、アムールは日本軍の榴弾砲により撃沈された。この艦は後に、日本により不要解体された。 アムール級機雷付雪艦は高速でも機雷を投下付雪できるよう設計されており、完備は大きくオーバーハングしている。機雷は完備の複数のドアを通って、プロペラよりも後方へと投下される。ドアはそれぞれ機雷投下レールにつながっており、レールは機雷収容区画と直結している。本級は水線長が91.4メートル、最大艦幅は12.5メートル。 喫水は5.5メートルである。本級の艦は2本のポールマストと昇格を装備した。本級には2機の直列3段膨張蒸気機関が設けられ、それぞれが一軸のプロペラへと動力を伝達した。また、12機のベルビール水管ボイラーが蒸気を供給した。これらの機関は総計で4700馬力を供給するよう設計され、艦に18ノットの最大速度を与えた。 艦は400ロットンの石炭を搭載し、巡航10ノットで2000回りの航続距離を有した。アムール級機雷不接艦の主兵装は、5門の7 5ト、mm、ル、キャネット型189250口径砲で構成された。この砲は、最大行角21度の状態で10.8ポンドの砲弾を射程約8600ヤードまで射出した。 方向初速は2700フィート S である。発射速度は毎分12発から15発である。また本級の艦には7問のホチキス製 47mm 砲が搭載された。この砲は3.3ポンドの砲弾を方向初速1476フィート S で打ち出した。発射速度は毎分20発、射程は2020ヤードである。 本級には15インチの魚雷発射艦一門が備えられ、また300発の機雷が搭載された。アムールとエニセイの両艦ともに、サンクトペテルブルクのバルチック造船所で建造された。共に1898年に寄港し、翌年に竣工した。いずれも、日露戦争開戦の1904年に太平洋艦隊に配属され、旅順港を母港とした。 日本軍が1904年2月8日から9日にかけて行った旅人口の奇襲から2日後、エニセイは大連湾に嫌い腹を伏設していたが、この際に嫌い一発が外れて、艦の方へと漂流し始めた。この嫌いを回避しようと運動したエニセイは、時間が伏設したばかりの嫌い腹に誤って侵入してしまい、触雷した。爆発によって、 まだレール上にあった8発の機雷が起爆し、乗員96名から100名が死亡、艦は20分で沈没した。エニセイ沈没に対して、防護巡洋艦、ボヤーリンと4隻の駆逐艦が出港したが、今度はボヤーリンがエニセイの付設した機雷一発に触雷した。この爆発で機関部が冠水したため、乗員はボヤーリンを放棄した。 ボヤーリンはこの時点では沈む様子もなかったが、翌日大連湾を襲った嵐により浸水、沈没した。1904年5月15日朝、ナシは、次期海軍少将は、全土急戦艦である、ハツセ、ヤシマ、四季島からなる戦隊を指揮して旅順口砲撃に、向かった。戦隊はアムールが前夜に布設した50発の機雷、腹と遭遇した。ハツセが、機雷一発に食雷、 機関部が損傷し、相舵不能に陥った。そのため初世は漂流して、別の機雷に接触、その爆発で全部弾薬庫が誘爆した。艦は約90秒で沈没し、496名が艦と共に沈んだ。八島は漂流中の初世を迂回しようと運動して、別の機雷と接触したものの栄光により、機雷腹から離脱した。しかし午後遅くには、 ヤシマの浸水が止められない状態となったため乗員が大艦その3時間後には転覆沈没した。アムールはその後の旅順行為戦を受け、1904年12月8日には、艦ムドック内で28センチメートル砲弾による一連の砲撃を受けた。艦は左舷に打ち倒され、68度に傾斜した状態でドックに静止した。 12月18日には再び砲弾30発の直撃を受け、左舷から沈んだ。日本海軍はアムールを不要し再利用する予定で、立川や基礎の候補官名を準備していたが、結局スクラップとして処分した。ありがとうございます。